呉市議会の谷本誠一議員は2月、釧路空港から出発する航空機内でマスク着用を拒み、搭乗を断られ、搭乗予定だった便に1時間以上の遅れが出ていました。訴状などによりますと、谷本議員は国や航空会社に対し、マスクなしで航空機に搭乗する権利の確認や損害賠償などを求めるということです。谷本議員は28日に広島地裁に提訴し、記者会見を開く予定です。